最高に楽しみましょう。おせーの、レッツビアディエイ。今週はゼップ東京単独ライブの様子をダイジェストで一気にお見せします。集大成としてこのライブにかけてきた彼女たちの思いを乗せ、いざステージへ。繋いでいてくれるから
これまでもこの先も前を向いて進むことができるし、今こうやってこのステージに立ててます。このありがとうの気持ちを込めて、 You're my hero。 世界中のどんなか浅いよりあなたの笑顔が嬉しくて、今日も歌い続けるよ、どんな時も You're my hero。 星が
プレディア5年間の集大成となるライブの幕が閉じた。ありがとうございます。終わりました。全部バンドメンバーありがとう。みんな来てくれてありがとう。最高の時間でした。ありがとう。ありがとうございました。最高だ。またね。ありがとうございました。2015年このライブね、すごいこんなにねたくさんの人が来てくれて、もうすっごい楽しかったんで、また16年も頑張っていくので、皆さんついてきてください。みんな、ワンショーイヤーでありがとう。いや、5周年迎えて、たくさんの感謝の気持ちを伝えれたライブになったかなと思います。ありがとうございました。終わっちゃいましたけど、なんか今日のためにすごいたくさん準備もしたし、こんなにたくさんの人に来てもらえて、たくさんの人が笑顔でいてくれて本当に幸せでした。あっという間だったんですけど、でもみんながやっぱいるからここに立つことができたし、すごい感謝してて、でもやっぱりなんだろう、ここに来れなかった人にもやっぱ感謝だなって思うし、5年間出会った人すべてに感謝してます。終わっちゃったよ。ダメだ、また泣いちゃう。もうみんなが好きすぎてつらい。次回はライブ直後の打ち上げに密着。本当にいろんなことが走馬灯のようになんか思い出されて、ちょっと酔ってる。ライブをはじめ2015年を振り返り、彼女たちの思い、そして2016年の抱負を語ってもらった。幸せです。幸せです。お願いします。みんな感じ。さらにザ・ドキュメンタリー・オブ・プレディアもライブまで2ヶ月をまとめた完全版を現在制作中。2016年のプレディアもお楽しみに。